チャンネルお疲れ様です。今回は自分が普段使っているこのピック、材質、形、厚さ、あと色とデザインを決めてオーダーして作ってもらったものなんですけど、どんな風に仕様を選んだとか、オーダーする時のちょっとした注意点なんかを解説します。これからオリジナルのピックを作ろうと思っている方の参考になればと思います。ではどうぞ。材質は気に入って使ってたピックがセルロイド製だったので、迷うことなくセルロイドを選びました。他にもいろいろ種類がありますので、こういった市販のピックを参考に選べばいいと思います。どれを選んでいいかわからないっていうのであれば、一番ポピュラーなセルロイドを選んでおけば無難だと思います。形は基本は用意されている形状見本の中から選ぶことになります。40種類くらいある形状見本の中に、ずっと使っていたピックとほぼほぼ同じものがあったので、それを選びました。形状見本に希望する形がなかったり、全くのオリジナルの形を作りたい場合は、形状のデータを送れば制作してくれる会社もあるようです。厚さは自分がずっと使っていたピックが 0.75 ミリだったので、迷わず 0.75 ミリにしました。印刷方法はこんな感じで、簡単に文字だけを入れるような場合はホットスタンプ印刷が安価でいいのではないかと思います。で、自分はこんな風にイラストを入れたかったので、工場の方に勧めてもらったインクジェット印刷にしました。で、印刷面が滑りやすいっていう意見があったんですが、自分は全く問題はないです。カラーはオーダー当初はこの単色のブルーにしてたんですけど、今はこのパールカラーのブルーにしています。個人的にはこのパールカラーの方が高級感があって好みです。カラーは好きな色を選べばいいと思いますが、注意点としてこういうキラッとしたカラー、これはピックの素材の上に薄い箔を貼ってあるんですが、この箔引いてるとすぐに剥がれてしまいます。30分ほど引いただけで手には剥がれた箔の色がついてしまいます。で、結果こうなります。ただ全部が全部こんな風に剥がれてしまうかどうかわからないので、キラキラのカラーをオーダーするときは剥がれやすさの件確認した方がいいと思います。それと、これはあくまで個人的な意見ですけど、引き心地も塗膜が分厚くなるのか良くないですし、実用的ではないと感じてまして、このカラーを選んだのは失敗だったなと思ってます。いつも100枚単位で注文するので、こんなに余ってます。見た目的にはかっこいい色だと思うので、アーティストブースなんかにはいいのではと思います。皆さんもオリジナルピック作ってみてはいかがでしょうか。では今回これで。